ナナさん、こんばんくまちゃん、ありがとうございます。今日も熱々でしたな。な、元気ですか。メロンくまぽんです。きごりはメロン味にしました。なんかね、いちごとレモンと、あとなんだっけな、いちご、レモン、あ、ブルーハワイ、いちごレモンブルーハワイ、あ、メロンのなんか4種類あって、その中で、ね、選ぶんだったら、うん、メロンだなって思ったのでメロンにしました。でもね、これがね一番好きっていう味はあんまりないです。去年食べた時はね、いちご味食べた、みさんと食べに行った時は。でもなんかふわふわのでふわふわのなんかかき氷とかだったらさ、あのいろんな味あるじゃんか。そういう時はなんか抹茶とか違うやつ選んじゃう。あ、え、今年初かき氷だと思ってたら違かった。福岡で食べてた、それはねブルーベリーを食べた。いい、座ってないねって。今日は座ってないです。のみさん、せーぼくまたしょーって。まだまだせーぼってしか。のみさん久しぶりな気がする。のみさん久しぶりって、久しぶりです。皆さんお疲れ様って、ありがとうございます。皆さんも一日お疲れ様でしたね。今日でね、あのなんかお仕事一段落だよっていう方もさ、中には世の中にはさいるし、お疲れ様でございます。皆さん今日も可愛いよって、ありがとうです。もうなんか三つ編みを取っちゃったから夢をねしてるけど、最近はちょっとね、あの毛先をこんくらい多めにするね。いつもと違う三つ編みにハマってる。ヘイさん、ハートありがとうございます。先大丈夫なんて、まだ治ってなさそうやねって。なんかさ、喋るとダメなんだよね。喋ってるとなんか咳が出るんですよ。で、喋ってたら止まんなくなる。困る困る困る。キリン、こんばんくまちゃん、こんばんくまちゃんです。今日もお疲れ様でありがとうございます。お疲れ様でございました。今日おやすみ、おやすみなさい。でも早いのでまたね、いっぱい寝てね。失礼。月がめっちゃ綺麗よ。そうなの、月今日見れてないな。見れるかな。でもなんか空がちょっと綺麗だった。帰り道グラディションに見えた。はい、お久しぶりです。お久しぶり、福岡で息してました。あれだ、福岡で会えなくて残念だった。でも元気息してるなら何より。えきさん、こんばんは。犬、今日はワンちゃんは見てない。月の早からさん、こんばんくまちゃん。ようさん、古木屋、ありがとうございます。さわかのことずっと考えてた、早く会いたいねと、ありがとう。ひろさま、こんばんちゃーです。バブルさん、ありがとうございます。天神南に美味しい氷あるよ、おしゃれだよって。天神、天神ってさ、え、天神って福岡の天神、大阪、ん、天神、大阪のかき、なんか美味しいかき氷屋さんとか知らない。東京はさ知ってるけどさ、ふわふわのかき氷巣鴨にあるとか、でも大阪は知らないな。愛してるよ、ありがとう。明日ってニャンニャンに会えるよな。そう、
かも歌はね1本だけの予定なので、明日あゆみさんのライブが見れそうでハッピーです。あいちと一緒に見に行きましょうってさっき LINE くれた。この間のハートはみやみ最高。ほんとに頑張ってね。ここをねハートにしたの。髪の毛、髪の毛またやりたい。頑張るよ。でもいいか、今もう一個やりたい髪型あるからちょっといつしようかなって悩んでる。天心タコさんありがとうございます。眠いてしんさんこんばんはです。まあ、桜おにぎりさえ県林からって。わっありがとうございます。はい、こんばんくまちゃん、こんばんくまちゃんです。でさあかにまたお手紙書くつもり、ありがとう、楽しみに待ってる。エンジさんバニラアイスありがとうございます。ティッシーチョコミントありがとうございます。エンジさんダルマさんありがとうございます。メイメライトありがとうございます。でバニラ、あ違う、イチゴアイスありがとうございます。チョコミントおしんじさんありがとう。チョコミントこれおにぎりさん、中洲行ったよ。この間福岡でや、なんか歩いたちょっとした、なんか橋の上みたいなところ行った。いっぱいキッチンカーが並んでた。福岡です。あ、福岡にあったんだ、行けなかった。はい、ハートありがとうございます。あらこさんこんばんくまちゃん、こんばんくまちゃんです。大阪はどこがあるのかなって。かき氷屋さんでもね、あ一個知ってるのよ。去年みーさんと言ってまた今年も行こうって言ってるところ、なんかね、あの四ツ橋の駅のすぐ近くにある。だから雨村のライブとかだったら近いねっていう話をした。ところが夏なんか氷屋さんで夏になったらかき氷が出てるよみたいな感じらしくて、そうまた今年も出始めてたのでね。そこは去年行った。でもそれふわふわじゃなくて、あのかき氷にふわふわじゃないやつのかき氷です。ニャンさんとのツーショット期待ね。お写真撮ってもらいたいのよ。撮ってもらえるかな。ナイス、シンバニラアイスありがとうございます。ナンバに確かあった記憶ある。あーナンバとかだったら確かにありそうだね。いっぱい飲んでもあるもんね、ナンバとか。てさんこんばんくまちゃん、こんばんくまちゃんです。今日も可愛いです。早く会いたいなって。次はいつ会えるのかな。てさん可愛いなって。またみんな可愛いってありがとう。いいハートありがとうございます。お家じゃなさそうねって。あ、お家だよ。お家だよ。今。え、おうちっぽいものさ、なんかあるかな。おうちっぽいものお、探してる今。あ、でもこれママから送られてきたよ。おろせんべい、くまちゃん家にありそうなものシリーズ。あとはあの飲み切ったリンゴジュースのパック捨てる。と、あ、これもある。最近これでリンゴジュース、あ、このパックに入ったリンゴジュースをこれに入れて最近は持っていってるのです。そう、落ちたです。そんな感じ。天王寺だったか、宝船ってデザート屋さんあったぜ。デザート屋さんか、美味しそう。はい、チョコミントありがとうございます。早く会えるように頑張るねって待っておりましょう。頑張ろう。
ヤンさんなら喜んで撮ってくれそうって。楽しみ。今日はエミーさんとパーね。そう、エミーさんとパーだったので、その前にライブもなかったから配信合いそうです。合いそう、声できそう、ライブも見れそうでよかったって感じ。やはりリンゴジュースなのね。リンゴジュースがないと生きていけませんです。パックのリンゴジュース買いに行かないと。かわいいよ、聞いて。かわいいでしょ。トイストーリー、これこの間またなくしかけた、無事回収した。見たことないメーカーのリンゴジュースやねって。最近はなんかでかこの大きいパックでなんか2種類買って、あ、これ美味しかったよ。これなんかね、これは、これは違うか。そう、これはでも大きいリンゴジュース買うならこれがいいなってなってる。身の回りで買えるのだね。あやかさん、こんばんくむちゃん、こんばんくむちゃんです。次会える日決まってるけどねって。本当に？やったん？楽しみだ。はい、バニラアイス、ありがとうございます。セレブのリンゴジュース、全然ね、全然セレブじゃない、これ全然セレブじゃない本当に本当に本当にそう、セレブじゃないので安心して。でもさ、やっぱさ、なんかリンゴジュースってさ、何あの、なんていうの、瓶とかに入ってるやつがさ、めっちゃセレブなリンゴジュースのイメージある。でもたまにスーパーとかでさ、500円とか売ってたりするよ。いや、なんかちょっといいな、いいなって思うけど、やっぱね、あのね、このストレートっていうのがね、結局飲みやすいとも思ってしまうんですよ。そう、そうな。これって、これってでもさ、大阪でさ、あの大阪ので作られてるやつだ。泉南乳業株式会社堺工場だって。堺市で作られてます。じゃあさ、関東で見ないってこと？この辺だからあるってこと？堺市で作られてますよ、これ。堺工場って書いてある。初めて知った。あ、広報だって。地域のやつ。売り上げの一部をレッドカップキャンペーンを通じて国連 WFP の学校給食プログラムに寄付させていただきます。すべての子どもたちが学校に通い給食を食べることができる世界を実現するためにだって。このリンゴジュースはじゃあ、あの寄付す買ったら寄付してるんだね。じゃあ、いっぱい買おうじゃん。もうから帰るし、リンゴジュース買って帰ろうかなって。今日はもう飲めました、くみちゃん。コンビニだったら、でもセブンのもいいし、ファミマで買えるトロピカーナのやつもありだしって感じ。でもドールも好きだよ。ローソンとかだとドールかな。ウシンさん、チョコミント、ありがとうございます。マルコさん、会いに行かないとねって。マルコさんのお顔見たい、見せてね。じゃあ大阪で会いましょう。瓶のリングジュースあったかしら。なんかたまにスーパーで見かける。そう、ウシンさん、バニラとイチゴアイス、ありがとう。成城石とかにありそう、瓶のリンゴジュース。確かにそれはそうか。メシさん、ハートのだるまさん、ありがとうございます。
最近ないけど、銭湯とかで飲むフルーツジュースとかコーヒーが好きかも。うん、瓶のやつね。あのコーヒー牛乳は飲みたくなる。お風呂屋さんいた。紙パックの飲み物は地域性が出る。確かに。そうだね。紙パックだったらやっぱそうなるんか。これは知らなかった。でも大阪のやつでした。意外とさ、全国にありそうなさ見た目だけど、意外とあるね。江崎さん、どうもありがとうございました。飲めば飲むほど学校ができるのってなんかあの、これがなんか学校給食プログラムってやつらしくて、全ての子どもたちが学校に通い給食を食べるできる世界を実現するためにだって。それはちゃんと貢献してあげたいな。やっと会議来たって。本間くまち、なになに、リンゴジュースの話。あ、そう、リンゴジュースの話をしてました。なんか寄付できるリンゴジュース。ママの改札にあるマックに寄ってリンゴジュース買って飲んだけどねって。あ、確かにマックもさあるか、リンゴジュースね。確かにそれはあるかも。マックに行ったら飲み物めっちゃさ分からない。カフェラテ結構好きで、カフェラテ飲んじゃう。コーヒー牛乳はマストねって、銭湯とか。うん、最近はテトラパックも見ないね。テトラパックって何？知らない。でも給食の牛乳とかが一番さ地域性とか出るよね。なんかあの何かさ、名前とかでさ、あ、これ給食のやつだったとか、そのイメージある。世界にも給食あるのね、多分。でもあんま聞かないよね。なんかお弁当のイメージある、海外とかだと。けど昨日お高めのリンゴジュース買ったって、まだ飲んでない。瓶？あ、三角のやつ。テトラパックって三角のやつをテトラパックっていうの？三角は知らないの。四角しか知らないです。テトラパックって言うんだね。なるほどです。あ、なんでさ私はここにいるかということをさ忘れてた。さ、ちゃんとさお花をさ入れようと思ってね、ちょっと見ててっていう話小さなペットボトル、駅で買えるやつ？駅で買えるやつとかあるよね。うわ、一番奥の取りたいけど取れないな。もうクマちゃんの時代にはないのかも。なんか四角だった。手前のでいいか。でもさ、ちょうどいいサイズがないよね。花束用ぐらいの大きさしかないからさ、ちょっと大きくなるんですけど。ガーベラ、そう、ガーベラを買いました。今日はなんかお花を最近買いたいなって思って、
またまユニクロの前を通ったので買いました。いいよね、お手軽にゲットできるのでいい感じ。バラと迷ったけど、カーネーションも迷った。これガーベラにしました。これから少しずつ乗ってきたくって息をつけて、仕事やっと終わりました。やはり遅くまでお疲れ様です。割りそう確かにこれ割ったらちょっと最悪。そらさんハートありがとうございます。中持ちさせたいところ。でもね、なんかね、今まで見たことなかったんだけどさ、ちゃんとなんか切ってあげて毎日で、ね、毎日水を変えて切ってあげてくださいとか書いてあってね、そう、すごいと思って、これはありがたいと思って、そうと思ったので、毎日茎を切って切りたいと思います。めっちゃ綺麗、すごいすごい。ホームに降りたら電車が行ってしまったって、つらい。見て、めっちゃ綺麗じゃない。あ、ほら、すごい綺麗ですよ。ねえねえって、これまだ今日切るのは早い待って今日だん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 とさ、多分さ、間にやってくると思うんだ。でもちょっとこの長さ気になるかもしれない。例えば歩きって単語久しぶりに見た。そう、あのカバー曲、愛知の生誕者のカバー曲がね公開されたので、皆さんよろしくお願いします。予習してください。個性が出るよね、生誕祭のさ、カバー曲って綺麗ねってね、すごい、めっちゃさ綺麗な色してる。やっぱりちゃんちゃんこんばん、くまちゃんこんばんは、ご商売走行です。くまちゃんも綺麗、やった、ありがとう。練習じゃなくご飯食べて少し休んでから車で向かいます。ありゃ、これから来るのか、気をつけてね。あのね、雨とか降らないといいけど、気をつけて来てください。うんうん、一番下は斜めにカット、やっぱちょっとさ気になるから切ろうかな。今日はでもね、ハサミはねあるんだよね、確か。ちゃんとあるのだね。なんかお花用みたいなやつがちゃんとあるので切ります。なんかね、お友達がね泊まった時にね、お花屋さん、うん、なんかお花のお仕事をしてる友達が千葉から泊まりに来た時に、あの結構ガッツリ切るじゃんた時に、全然まだ長い、でも長めにして毎日切った方がいいよね、そうに、なんかお花を買ってきて、あ、この花瓶もね買ってきてくれたんです。そうだから、なんかそれで花束を作ってくれて、それを瓶に、これを花瓶に入れてみたいな時に、そう置いてったのでね、ありがたく使わせていただきました。寄付してくれた。そう、水はきれいに、水はちゃんと
毎日変えます。綺麗に変える。もう実家だとさ、こうやってお花飾ったらさ、猫がさ遊んじゃってさ飾れなかったから、ちゃんとなんか猫が出入りしないところにいつも置いてたんだけど、今の家はじっくりね好きなところに置けるのでいい感じ。あ、ちょっと短くなったけどやっぱなんかちょっと寂しいまあいっか、それは仕方ないね。でもなんかちょうどいいさ、このさサイズって難しいよね。そう、花用がいいねって。うん、お花用のハサミだからなんかちゃんとさ、ちゃんとね、ちゃんとしてる、なんか何、ちゃんと切りやすそうなやつです大正時代の殺人事件出てきそうなハサミ、わからなくもない。ジャパンヤッホー、ヤッホーです。久しぶりだ、最新なんかそんな気がする。マクラさんはサボテンでも枯らすからな。え、であれってさ枯れたんかな、あれって枯れたのか枯れてないのかだけ教えてほしいでもあれのなんかサボテン、こういうなんかカプセルに入ってでサボテンが作れ、なんか育てられますみたいなのを昔やってたんですよ。でもあれが何がダメだったかっていうと、多分ね何回もねこぼした、落としてこぼしちゃったの。あのなんだっけ、サボテンをねひっくり返してたの。だからなんか芽がどっか行っちゃったかなみたいな、芽が出なかったのです。だしちょっとねお水をやりすぎた気もする。そう、でもたまに見つけるたびに、あ、もう一回やろうかなって迷う迷うのです。そう、おいくん、こんばん、くまちゃん、こんばん、くまちゃんです。もし明日は10年ぶりにライブ見れるかもやねーって、楽しみだ。根性のないサボテンだったんだよ。あ、そういうこと？サボテンの根性もなかったってこと？生えてきてすらいない、枯れる前の話か。そう、 芽が出ませんでした。そうなんだ、困ってしまうね。うん、相性もあったのかなって、サボテン。まあそういう可能性もあるよね。なんか全部が全部さ、ちゃんとさ咲くかどうかさ分かんないじゃんか。そう、だからあの一からやるんじゃなくて、もうサボテンができてるよっていうのもまあありかもしれないのかなって思うわけ。でもさ、なんか迷うよね迷うよねって感じ。またなんか倒したりしたら嫌だし、ちゃんとなんかそのサボテンに合うスペースをね作ってあげないとあまり合わないかなとも思うんですよ。そう、そうなのよ。だからまあいつか、いつかですね。これだけなんか前向かない、いつも行っちゃうパダメだ。イシハート、ありがとうございます。あれもさ、赤ちゃんと会って話したいよって。え、嬉しい。大阪で待ってるので無事に来てね。嬉しい、マルコさん待っておりますよ。あらさん、こんばん、くまちゃん、こんばん、くまちゃんです。チョコミントとバニラアイスとオレンジ、ありがとう、オレンジじゃない、ま、んチョコミントイチゴアイスバニラアイス、ありがとうございます。
もガーベラはピンクが良かった。ピンクのガーベラが好きなの私は。でもオレンジしかなかったのでオレンジにしました。カーネーションはねピンクがあった。なんかガーベラはピンクが好きなんだよね。来週には700日ね。そうなのです。月曜日の予定、今日は金曜日でしょ。で98、99の土日の700なので、月曜日の夜は700日の配信をねしたいなって思ってるんですよ。そう、なんか本当はなんかね、そう700回記念何するって、そうなの、いつもさなんかしてるんだけどさ、700だから7時間配信とかありかなって思ったんだけど、なんか携帯で7時間するのって結構きついかなって思って、ちょっとやっぱさ熱くなっちゃうし思ったの。それは無理だなって思って、なんかあ、なんかこんな感じのしたいなと考えてるんだけど、まだ迷い中です。毎年なんか夏らしいことを、それはまた別でしてて、でそれは730の時にあのしようと思ってて、いつもな、去年もなんか多分 1年365日の時にした気がするから、700にかけてなんかできたらいいなって考えてる。なんかこんな感じみたいなのはね、そう意外と思いつくけどどうしようかなって感じです。どうぞ、ありがとうございました。暑いやろから進んでって、俺も食べるって見ながらいっぱいアイスもらったので進みます。進めそうだね、こんなアイスもらったら、ありがとうです。さあ、そんな推しの真似しちゃダメよ7時間あの日の仕事は眠かったなって、沖津さんの夜中の配信のやつね、そうそうなんだよ、あれね、みんな夜中にね長時間するからみんな起きてないと大変だったってやつ、そう思って、なんかね、そう携帯じゃ厳しいなって思って、なのでそれはなしだなってなって迷い中まだ。うん、700日すごいねって、ありがとう。でもなんかそんな700日ってなんか時間はないよねやっぱりっていう感じもする。777回もやろう、ラッキーセブン。ゾロ目はしたことないけどラッキーセブンだからありかもって思ったけど、700のさ時は忙しいね。730がもあるからでもそれは夏らしいことだから、まあまあまあ、あとは中身を考えればいいだけなのでっていう感じ。とまずは700日が月曜日なので、皆さん夜はねぜひとも見に来てくださったら嬉しいです。ということで、そろそろランキングを読もうかなと思います。皆さん見てくれてありがとうございました。13位まるこさん、ありがとうございます。12位はまちゃんぽ、ありがとうございます。11位はるかさん、ありがとうございます。10位がすてさん、ありがとうございます。9位はゆめた、ありがとうございます。8位ザキさん、ありがとうございます。7位ソロさん、ありがとうございます。6位はシャルルさん、ありがとうございます。5位がブシーさん、ありがとうございます。4位はクリリン、ありがとうございます。3位はメイ、ありがとうございます。2位がリシ、ありがとうございます。そして1位がシンジさんです。ということで、ありがとうございました。月曜の7時間はきついな。もし7時間やるとしたら17時から12時までやるのがいいかなって考えてはいたんですけど、
多分端末的な問題でできなさそうなので、ちょっと7時間配信は諦めですね。流しそうめんとか、あ、そう、夏らしいことは流しそうめんはちょっと考えてる。なんかね、去年も流しそうめんしようと思ったので、なんでそれをしようかなって思ったのが、トイストーリーの流しそうめんがあるのよと思って、でも去年は結局なんかやめたの。自由研究をしたの。自由研究、うん、なんか工作みたいな自由研究をしたんですよ、夏休みだからと思って。で、あ、じゃあ今年も流しそうめんあるかなと思って、もうトイストーリーがいいなって思うあの流しそうめんをするんだったらね。でもトイストーリーなんかね、ネットで見たらね、あれ、なんかちょっと物価高来てるなみたいな、物価高影響してんなって感じで、なんか倍ぐらい値段上がってたりしてたから、あ、ちょっとそれはな、なんかそこまでして、あ、え、待って、今日からさ、あのピクサーのくじ始まったの忘れてた。セブンかヨーカドーかロフトか行かないと、忘れてた、回しに行かなきゃそうと思って、なんか、なんか流しそうめんはありだなって思うけど、トイストーリーのがいいしなっていうこだわりでちょっとね、あのね、迷ってるしかな。あと何してない、それこそさ、かき氷とかかなとか思ったけど迷いですね。まあでもあと1ヶ月はあるかなって感じなので、ゆっくり1ヶ月考えたいと思います。まず700日月曜日です、よろしくです。そしてそしてということでね、あの失礼しました。ということで皆さんありがとうございました。週末は配信はのんびりな感じになりそうなんですけど、ぜひと会えたらなの気持ちです。そしてね、8月2日の愛知の生誕祭もカバー曲発表されましたので、皆さんよろしくお願いします。配信お疲れ様って、ありがとうございました。ではおつくまちゃんです。普段いっぱい寝てね、ありがとうございました。またね、ありがとう、おやすみなさーい。